ちは。OK ファームです。いやー雨ですよ。でね、まあ、雨の中でも収穫出荷あるんですよ。全然関係ないですから、台風だろうが雨だろうが地震だろうが。でその雨の中の収穫風景みたいなのを撮りたかったんですけどね、実は今撮ってるカメラ、スマホで古いタイプの iPhone なんですよ。で、まあ、ちょっとあんまりね濡れちゃうとちょっと壊れちゃうかなと思って、まあ、今日はハウスの中で何かお話ししようかなと思ってます。だからね、早くなんかその防水タイプのカメラとかそういうの欲しいんですよ。まあ、ただね、まあ、前回投稿したようにね、まあ、ちょっと車検でしかも軽トラのクラクション鳴らないということで、またその修理費もまあかかってくるわけじゃないですか。だからね、携帯買い替えようと思ってたんですけど、まあ、なかなかその新しい携帯にまあちょっとこう踏み込みできないというか、なんか欲しいものがあるとなんか別のなんかねその出費があったりね、どうなってるんですかね。でね、なんか今ちょっとあれなんですよ、もう腰が痛いんですよ。腰でもう年に何回かはね、もうぎっくり腰、この仕事始めてからやってるんですけど、で今も人参とかのネギ収穫してるんですよ。で中腰になることが多いんですよね。私身長が182センチあるんですけど、結構ねそれかがんだりする回数が多いから、その腰に負担がかかるんですよ。まあぎっくり腰になるじゃないですか。でそうするともう1週間ぐらいまともに立てない感じなんですよね。でも出荷はあるんですよ。だからね、もうそうなった時はもう散々ですね。だからもうこうです、もう四つん這いになりながらもう収穫をすると、だからもうこういう感じですよ。こういう感じなんでね、だからその重いものを持つ時っていうのは結構ね平気なんですよ。腰に負担、腰ぎっくりやらないようにっていう意識するんですよね。まあでも軽いもの、なんかそのこういう、これ小松菜なんですけど、小松菜とかそのね軽いものをね持ち上げようとした瞬間ね、グギっていくことが多いんですよね。だからいつもねその意識してるんですよ。こうあるじゃないですか。だからこう腰をねこう曲げないように、こういう感じでね持ち上げてるんです。こういう感じ。そういうわけでね、まあ、今まだぎっくりじゃなくて普通の腰痛なんですけど、慢性的な、まあ、農家あるあるですよね。今ネギハサミで一個一個猫切ってるんですけど、もうね心も痛いんですよ、な腱鞘炎みたいな、もう痛いところばっかりですね。今日はなんか一日雨らしいですよ。雨の中でも収穫出荷ですよ。雨の日野菜値上げサービスとかってできないですかね。できないですよね。まあということで、収穫出荷また頑張っていきたいと思います。